はいどうも、翔平 TV です。本日もよろしくお願いします。本日は関東国際野球リーグ VS MBC 埼玉さんとの対決です。本日翔平 TV は4番 DH で出場です。はい、まず外のストライク見逃して、お次のボール大注目です。さあ4番のファイター、はい、ドン、完璧な手応えで、はい、レフトオーバーです。レフトがすごい下がってましたけどね、それをさらに超えていくということで、さあサードまでいけるか。もうね、スリーベース走るのきついですね。へばっております。はい、4番としてね、いい動きができました。そして先発マウンドには良平です。翔平はね、 DH なんでね、はい、キャッチャーやってます。さあ良平も翔平も、形を考慮してね、少しずつね試してたサイドスローで挑んでおります。はい、キャッチャー桑原相変わらず強肩。さあ課題の立ち上がりです。どんなピッチングを見せるか良平。はい、まず緩急を使ったストレート、ストライク。さあお次のボールはどうでしょうか。投げた、はい、レフトの方にフライですね。はい、レフトフライとなりまして、先頭をねしっかり打ち取りました。そして2番、はい、外外れましたけどね、微妙な外れなんでね、はい、調整してストライク。そして、はい、ちょっと力入れて外に外れました、ボール。はい、このね緩急のねストライクいいですね。そしてお次ボン、はい、高めのボールを打たせてセンターフライとなります。はい、そしてお次のバッター、はい、これもねバッタータイミング合わずストライク。はい、お次、ピュッとね、いいボール投げました。ナイスボール。はい、ちょっと力入れてね、外ストライクかと思いきやボール。すごいね、有利っすね。何でもできます。さあ、良平ちゃんどうだ？はい、打たせてセカンドゴロ。アウトとなりまして、三者凡退となります。そのあと両平のね、片通ということで、変わりましてね、翔平がね、緊急登板です。はい。で、この1個前にね、あの別のピッチャーいたんですけど、ランナー満塁になりまして、ピンチで翔平 TV がマウンドに上がります。ノーアウトランナー満塁の場面で、翔平 TV がピッチャー。はい、翔平ね、サイドを投げると言いながらも、上から投げております。この日ね、ちょっと雨降ってたんでね、ちょっとね、指先がね、ちょっと微妙におかしかったんで、はい。で、初球ね、まっすぐね、ずっと投げてたんですけど、はい、まさかのセンター前ヒットを打ててしまって、2失点してしまいました。はい。外のね、打ちづらいボールだったんですけどね。はい、お次のバッターです。はい、先ほどのバッターはね、全部まっすぐだったんですけど、ちょっとエンジンかかったんで変化球も投げております。はい、スライダーです。空振ってストライク。はい、これツーシームですね。はい、徐々にね、いろんな変化球を混ぜます。はい、これもね、インスラっすね。はい、駐車場まで行きましたね。さあお次のボールは、はい、スライダー打たしてピッチャーゴロ、これギリギリねアウトとなりまして、ワンアウト。そしてお次のバッターは、はい、フォアボールになりまして、ワンアウトランナー満塁になりました。はい、これで守りやすいです。そっからねギア上げますよ、翔平 TV。 いきますよ。さあ、はい、こちらね、ツーシームと書いてますけど、これ実際翔平が投げたのは
カットボールですね。良平さんがテロップ担当なんですいません。そしてはい、こちらまっすぐ、はい、結構ね力入れました。腕がしなっております。はい、相手のベンチからもね早い早いと言われております。はい、で追い込んで外のまっすぐで見逃し三振と、はい、ちょっとこれは肘を下げて、はい、クロスファイヤー気味に投げました。2イニング目です。もうそろそろね限界ですよ、翔平の方は。はい、一応ね思い出してねサイドから投げてます。はい、まず1人目、はい、インスラでファールボール、バッターもびっくりしております。はい、緩急緩急緩急意識。はい、これツーシームでまっすぐ。はい、良平さんねストレートつますけど、これはツーシームです。ツーシームと、はいはい、これもねツーシームです。さあどうだからの、はい、こちらファースト、ファースト、ファースト、ファーストが取ってアウトとなります。はい、ちょびっとね同じ球種でも緩急をつけるのがすごい大事です。これは、はいはい、気合い入れていきますよ。すごい打ちそうなバッターですね。はい、これまっすぐでファール、はい、ちょっと横から投げて緩急をつけて鬼スライダーです。はい、真ん中から外に落ちる。はい、これは外にまっすぐ、さあ外に見せてからの、はい、こちらちょっとね緩急ねちょっと弱かったかな、もうちょっと緩く投げたいですね。はい、お次ねちょっと高めのボールを要求してきたんで横から投げてみました。はい、お次、はい、これはファールです。さあワンアウトランナーなし。はい、これまっすぐね、はい、ちょっと高めですけど三振を取りました。そしてお次のバッターに、はい、スライダーで空振り取ります。これまっすぐいけるかなと思ったんですけど、まずね最初はね横に曲げるスライダー投げております。そしてはい、このねまっすぐを投げたボール、これをねうまく当てられましてレフト前ヒットを打たれます。ナイバッティングです。はい、ナイスボール。はい、ファールボールです。まあこの間にね一つあのフォアボールだったんでランナー1、2塁ですね。はい、さあお次バッターどうだ。はい、スライダーで三振となります。これで自責点はゼロ。本日はここまでです。最後はさよならで負けました。また見てね。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか
ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル7式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Keep